はい、吉田さん、今日も暑いですね。インドネシアの暑さに増して日本の温度ってのは体感でね、10度ぐらい暑いです。インドネシアってね、割と強めの風が吹いていたりとか、フルーツの匂いの風ですよね、そういうのが吹いていてとても心地いいのと、あとね、日差しって柔らかいんですよ。突き刺すような日差しってのないんで、汗だらだらかいたりはしません。で、湿度がないんでしょうね、きっと。日本みたいにジメジメしているもの、水を含んでいるような暑さではなくてカラッとしてるんですよ。まあ、ですんで日陰に入ると一気にもうぐっと涼しくなって、日陰がとにかく涼しいんですよ。で、日差しに当たっていても日焼けはしますよ。私も多少日焼けしましたよね。でもその暑さを感じるようなもんではないんですよね。まあ格好も結構軽装ですんでね、ハーフパンツにまあ T シャツ1枚みたいな感じで、清掃って言っても上に1枚羽織るだけですから、非常に普段から涼しい格好してるのかなと思います。まあ東京でね、30度を超えるような熱気の中でネクタイを締めているってことは、なかなかね、生産性を落とすし生きる気力をなくしてしまうんじゃないかなと思います。まあ今ではクールビズっていうのがあって、ネクタイをする方はいなくなりましたけども、中には T シャツで、ね、営業されてる会社もありますんで、ちょっとは緩くなったのかなと思いますけども、そういう風な感じでね、インドネシアっていうのを体験すれば日本がますます見えてくるところもありました。で、私はね、開発申し上げたいんですけども、6年以上前、ちょっと前、本当にちょっと前ですよね、5、6年前っていうのは、麻雀屋の親父だったんですよ。麻雀屋の親父がなぜかインドネシアで余裕ぶっこいてるみたいなね、そんな話になってきますけども、私はね、人生を変えようと思ったら、変われることができると思うんですよ。でも、結局は人生を変えるための、今日を変えていないんで、未来が変わりようがないかなと思うんですよ。私がどんな今日を変え続けて今日まで至ったかというと、まずは目の前にいる環境、麻雀屋とか社員さんとか、これいなくなるかもしれないなって覚悟したんですよね。じゃあいなくなる、いつまでいなくなる、10年後は一緒にいないだろうな、5年後はどうかなというふうに考えた時に、大体人生が決まっていくんですよ。これから先、自分と気持ちを一つにしない人と一緒にいたりとかね、そして自分のことを喜んで受け入れてくれるわけでもない人に対して、お金を払って、給料というお金を払って強制的に行動さすのはいかがなもんかなと。いわゆる札びらでほっぺた引っ叩いて、金やるから言うこと聞けみたいなのが雇用形態だと思うんですよ。じゃあこれはですね、金払うから俺の嫁になるみたいなね、なんかそのいわゆるね、その暴行っていうかね、まあ、レイプみたいなもんだなと私は思うんですよ。金を払って言うこと聞かせるっていうのは、もちろんお金くださいと、そしたらこれしますよっていうふうに提供してる方としては別ですよ。まあでも、言うこと聞かない人に対して、お金の圧力でね、無理やり意にそぐわないことをさせるっていうのは、ちょっと、真偽に戻るかなってところもありますよね。まあ生きてれば、そんなことばっかりも言ってらんないところはありますよ。お金のために仕方なくやることって結構あると思うんですけども、まあでもそれをね、世の中に蔓延してるから自分がやってもいいってことではないと。自分の世界で起こさないぞっていうふうに私は考えるんですよ。まあそう思ったときに、麻雀店を維持するためにお金を借りてきてまでね、金の力で人の言うことを聞かせるっていうのはどうかなと思うのと、私もお金を借りた以上、その返すっていうことに対して貸してくれた人の言いなりになってたなということがあります。今私はお金貸し借り全然ないですし、貸し借りっていうかね、借りてないですし、貸すことはあっても、その貸したことによる圧力によってね、その人の言うことを聞かせようと思わないんで、返済をすることを要求することもないです。貸したんだけども全然返せって言わないみたいなね。で、貸したんだけど飯をこるみたいなね、なんか妙なことがありますよね。だから貸すっていうよりも、これ あげると思って貸すんで、あんま気にしないでいいよみたいな貸し方ですよね。そうすると結構ね、律儀に返してくれたりするものなんですよ。例えば3万円貸したらなんか1000円ずつ返すみたいな形でね、それでいいんじゃないかなと思いますよね、私はね。で、まあとんずらされるってことは、自分がその金額にも価値しなかったってことなんで、3万円貸してとんざらされるってことは、自分の価値は3万円以下っていうふうにね、値踏みされたと思うんですよ。でも3万円はしっかり返さないと、久保哲郎との関係が弱くなると思えば、ちゃんと返してくれると思うんで、結局そこもね、自己責任というか、自分の評価につながってくるんだろうなと今思ってくるところですよね。自分に対する約束を破られてるのも同じです。待ち合わせに遅れる人をね、怒る人いますけども、待ち合わせにきちんと来る価値がないっていうふうに思われてるってことだと私は考えるんですよ。でも逆に待ち合わせをした時に30分前に来てる人なんていうのは、私にいくら時間を割いても惜しくないっていうふうに思ってくださってるんだなと思って、ありがたいなと思う私は1時間前に行ってますけどね。まあそんな感じなんですよ。だからどれだけ人に自分のことを捧げられるかっていうところ、これが提供の感謝のまあ第一歩なのかなと思っています。それですね、今日もしっかりとね、内容のある動画を吉田さんに3本送っていただきましたので、私も素晴らしい1日が送れるんではないかなと思っております。いつもありがとうございます。それでは失礼します。